国家は日本東洋古美術研究史である。1889年岡倉天心らにより創刊された。現在も観光が続く美術雑誌としては世界で最も古い雑誌の一つ。現在は朝日新聞出版が美術館や博物館、美術史研究者ら向けに前頃800部を発行している。 の木版画製作風景岡倉天心心高橋健三の二人が中心となって創刊雑誌名の由来は、無書名だが、文体や内容から天心が執筆したと考えられる、創刊の字の一節、おっとれ美術破国の成果なりから取られている。明治維新に伴う、文明開化の風潮が一段落し、 廃物希釈による江戸時代以前の美術品の海外流出を売れて日本東洋美術の価値を紹介、啓発することを目指した。国家創刊当時、すでに大日本美術新報、絵画創始などの美術雑誌が出版されていた。ところが国家は採算を度外視して一冊一円という高価な雑誌だった。現在の価格は通常の方が五千円。 特集号は最高7000円。当時はまだカラー写真がなかった。美術作品の図版写真では、モノクロ写真でも、濃淡や明暗の微妙な差を出しやすいコロタイプを用いた。創刊以来続く1ページを使った大盤のカラーは、浮世絵の多色削り技術を応用し、木版画によるカラー図版は1973年まで行われた。口絵の木版画は、 特殊紙に一流の職人が吸って雑誌につけ、コロタイプは写真印刷術の第一人者、小川和馬を起用していた。社会的には高い評価を受けたが、発刊早々に資金面で行き詰まった。そこで、転身は、1891年、朝日新聞の創業者、村山隆平と上野リーチの援助を受けて出資権と再建を二人に譲り渡し、 時団の上で退社した。両氏は東洋古美術への造形が深く、その関係で高橋とも懇意になっていた。二人は金は出すが、口は出さぬという不分律を固く守り、国家の経営を盛り立て続けた。1905年からは経営に必要な資金を全額負担、上野の没後は村山家が単独で援助したが、1939年からは、 朝日新聞社が経営を引き継ぎ現在に至っている。この間、国家の歴史に大きな役割を果たしたのは、高橋の老いにあたる滝聖一である。滝は1898年から国家の編集と経営にあたり、同年に亡くなる高橋を継いで国家の発展に尽くした。滝は1901年の第132号から主管となり、 以後は1945年5月に72歳で亡くなるまでの44年監視官として活躍国家の基礎を固めた。その情熱は国家社社屋が関東大震災で全焼して所蔵原版すべてを失ってもわずか半年間休館しただけで復刊にこぎつけていることにも現れている。一方、滝は天津のように同時代美術の改革に 大きな熱意を持たなかったため、国家も古美術の学術的研究に雑誌の性格を移していった。国家における現代美術に関する記事は1920年、初めから数を減らしており、この傾向が1930年代から1950年代にかけて美術史の学術雑誌が増える呼び水になったとする見解もある。国家は太平洋戦争末期に危機を迎える。 1944年、戦時規制により46倍版から、現在の B4 規格版に変えられ、企業整備のため、第648号をもって休館せざるを得なく、なる。翌年には、空襲により、社屋の一部と写真などの貴重な資料を失い、さらに滝の死去が重なる。しかし、1946年に滝門下の藤掛、静也を、 新しい主管に迎え、1年4ヶ月ぶりに復刊藤掛は、戦後の厳しい出版事情の中で、国家の発刊を軌道に乗せた。1958年に休生するも、その後も主管制度を取りつつ、現在に至っている。他に、山根雄三辻信を、河野元明らが主管を務めた。1989年には、 日本東洋美術に関する論文や図書のうち特に優れたものに贈られる国家賞を創設。2003年、百十数年にわたって美術史研究を主導してきた功績に対し菊池博師賞が贈られた。創刊以来、現在まで継続して刊行され続けている日本でもロングセラーの月刊誌となっている。世界的に見ても現在発行を続けている。 美術雑誌の中では最も古い。国家は2020年まで約1万点の作品を紹介してきた。図版として一度載せた作品は再掲載しない一歳不再録を原則としているが未紹介や国内外で新たに名品が見つかることもあり観光が続いている。国家名誉顧問の水尾博士は国家無人像と評する。 海外の日本美術研究者にも参考にされており、大英博物館は、総監号から所蔵している。所在不明になったり、関東大震災や空襲などで消失したりした作品の図版は特に貴重な資料となっている。葛飾北斎の肉筆大絵馬、須佐のお使命役人大事の図は、関東大震災で消失する前の1910年に国家が掲載した白黒図版から、 突般印刷が彩色を推定復元して、墨田北斎美術館に常設展示されている。本誌は戦後の一時期9月号から第831号6月号までを除いて長らく政治体だった。しかし、今や政治体は多くの日本、東洋美術研究者や愛好家でも読みがたく、特に若い世代には近づきがたい紙面となったとして、 第1428号10月号から新事態に改めている。AB 国家トップ朝日新聞出版 ABCDEFG 国家1500号名品発信岡倉天心ら総刊日本東洋美術の目利き朝日新聞長官2020年11月16日2020年12月8日閲覧荒井恵美子岡倉天心物語神奈川新聞社 2004年、大田智美、社会とつながる、美術史学近現代のアカデミズムとメディア、娯楽、pp 23、23から25、ISBN978 から4から642038423。小林正、国家政治体から新事態へ、国家大戦428号、p3。ありがとうございます。